お世話になります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。本日、初めての今年初めての政権政策委員会を行いました。私の方から訪米の報告をいたしました後、厚生労働部会より雇用保険法の一部解説法律案、これは閣法でございますが、これの説明がございました。論点多くございますので、これは厚生労働部会でこれから議論を進めていただくということになります。党大会前日政調会ワークショップ、これお手元に資料を配りをしておろうかと思います。私どもとして民主党の政策のどこがおかしいか、自民党ならどうするかというテーマを設けまして、いくつかの部会でワークショップ、作業場とか、そういうような意味でございますが、もう国会も始まっておるわけでございますけれども、例えば子育て、あるいは公共事業、あるいは外交安全保障、何がおかしくて、自民党ならどうするのかということが一般の方々にご理解いただきやすいような説明の場、そして一般の方々にもご議論に参加をしていただく、そういう意味で初めての試みとしてワークショップを設けるものでございます。これの開催要領あるいは計画につきまして、それぞれの部会から説明を聴したところでございます。そのうちにあまり時間はございませんでしたが、来年度政府が提出いたします予算案の問題点についてということで若干の議論を行いました。国会予算委員会が始まりますまでに、予算の委員長の下で、予算に対しての我が党の考え方、これはもう予算書を作るわけではございませんので、そういう詳細な分厚いものができるわけではございませんが、財政の見通し、そしてまた経済対策、成長戦略、そのようなものにつきまして我が党としての考え方をまとめました上で、政権政策委員会の了承を取りまして予算委員会に臨みたい、このように思っておりまして、予算先生にお願いをしたところでございます。臨時の政権政策委員会を開きまして、予算委員長からご報告をいただき、政権政策委員会で、議論のうち、それを了としたいと、このように思っておるところでございます。で、私から以上です。それではご質問ある方は。政調会長。はい。昨日、政治資金規正法違反の民主党の小沢幹事長、本人文化、石川議員の議員会館の補正捜査という形で書かれました。これに対する所管と通常会の対応を教えてください。これについては、まず政権最大与党の幹事長の関係する団体、資金団体であり、そこの責任者であった現在の衆議院に、そこの事務所が強制捜査を受けたということだけで、これは大変な問題ではないかというふうに思っております。昨年3月3日に同じような強制捜査を行えたときに、これは国策捜査であると、権力の間違った使い方であるというふうに口を極めて非難をしておられたはずでありますけれども、現在政権党は一体どこなのか。政権党は民主党であり、彼が幹事長を務めておるはずであります。今回はそのような発言はなさっておられませんが、問題はなぜこのようなことが起こったかといえば、任意とはいえ事情聴取に応じない、忙しいというような理由をおっしゃっておられるが、囲碁をやっておられると、何が忙しいのかということであります。それは捜査というものにたとえ任意ではあれ協力をするのは国民の義務であります。ましてや公党の幹事長、政権党の幹事長、それが説明をするのは義務ではないか、その聴取にも応じないということであれば、それは検察としてきちんとした捜査をしなければ国民に対する検察の信頼そのものが揺らぐということだと思っております。そのことによって強制捜査が行われたというふうに私は考えておりまして、その内容についてあれこれ申し上げることではございませんが、捜査に協力をしない、忙しいという理由で協力しないということは公党の幹事長としてあるまじきことだ、国民としてもあるまじきことだというふうに考えておりまして、
強制捜査が行われたのにはそれなりの正当性があると考えております。またこの資金が一体どこから提供されたものであるかということ、それは極めて重大な問題であります。そのお金が利益誘導、そういうことの対価として払われたとするならば、それは政治と金という問題の本質に触れるものだというふうに思っておりまして、どのような経緯でその資金を入手するに至ったか、そしてまたそれが普通の政治活動で得られるような金額ではございません。4億という巨額なものがなぜ政治活動の中から得ることができたのか、そしていくつもの不動産を持つに至ったということになっているのか、捜査の進展を期待をするとともに、我が党としてそれが議員としてどうなのかということは、議員辞職勧告も含めまして厳正に対応してまいりたい、このように考えておるところでございます。いずれにいたしましても、総理であります民主党の代表、そしてまあその幹事長、それがこのような問題を抱えておるということは、この政権の本質を表しているのではないか、私どもはこのように考えております。他にご質問ある方、政府与党が、外国人参政権の確保で、はい、出すことを検討していますけれども、今日政権政策委でその対応について議論とはあったんでしょうか。これは昨年来、我が党の中でこの外国人の地方参政権については多くの議論がございました。主にこれは認めるべきではないという立場に立たれる方が多かったということであります。これは以前選挙制度調査会において議論がなされたものでございますが、その後我が党の議員の構成も変わっております。ただこれをもう一度一から議論をするかといえばそういうことにはならないと思っておりまして、すでに論点は出尽くしております。でそれを整理をいたしました上で、いかなる観点からしても批判に耐えるようなものをきちんと作った上で一から議論をするのではなくて、例えて言えば政調全体会議のようなものを持ちまして、論点についての検討を誰かが長になりましてですね、これについてはこのように考える、これについてはこのように考えると、しかしながらじゃあ外国人の方々が地方固有の問題について意見を述べるにあたって何らかの改善はないのかということも含めた上で、ダメということでその一刀両断にやってしまうのではなくて、本当に地方の固有の問題について意見を述べるようなそういう工夫はできないか、帰化をすればそれでいいじゃないかというようなことだけで私はことが片付くとは思っておりません。本当にこの問題が持っておる本質というものをよく踏まえながら、ダメというふうに一刀両断でやるのではなくて、何らかの真摯なニーズに応える道があるとすれば、それも合わせて提示をしたいと思っております。地方議会からもいろんなお問い合わせがございますので、このお話を予算が終わった後まで伸ばすつもりは私自身ございません。できるだけ早い機会に我が党としての見解を明らかにしたいと思っております。基本的にこの問題については私どもとして否定的な立場でございます。先ほどの小川さんの話なんですけれども、小川幹事長は昨日ですね、この問題について、違法行為はしないとしまして、このことは国民の理解を得られると思っている。だからこそ、その政権は対策に変えてないかという発言をして、自己弁護しているわけですけれども、この発言については全く理解ができません。この発言は一つは昨年の3月3日の段階のお話と時制的に
1年近くを経た今とは全く事情が違うということが一つあります。もう一つは選挙に勝ちさえすればそれで全てきれいになるもの、理解してくれたからこそ選挙に勝たせた、だから今回このようなことがあっても問題ないのだということであるならば、選挙に勝ちさえすれば法に抵触することであっても許されるというふうに私には聞こえます。それはありえないことだと私は思います。それは詭弁だ。私はあの発言は明らかに間違いだと思っているし、私たちは法に触れるようなことをしたつもりはない。つもりはないというのはどういうことなのか。つもりがなかったとしてもそれが犯罪として成立するかどうか別の問題でございます。それはつもりはなかったかもしれない。しかしながらそれが犯罪として成立するかどうかは、それは厳正に判断をされるべきものだというふうに私は思っております。失礼します。会長、日程を調整して次の最後の質問をさせていただきたいと思います。ヤカクラブ、以外の方も含めてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。